はい、はい、来ました。リオストリームでーす。こっちか。すごい、両方難しいんですよ。すごい。あ、ハウリングとか、あの声がループしてる人はあの F5 押してくださいね。あの更新を押すと多分大丈夫になります。うん、はい、というわけで、はい、今日はリュウニコのリュウストリームにデジデジのミカさんをゲストにお迎えしてお送りしますけども、はい、デジミカです。何が浮気放送や。浮気放送じゃないですよ。何をおっしゃいますやら。そう、自分結婚してですね。あ、そうなんですね。おめでとうございます。いやいやいや、もうちょっと前になるんですけど。あ、だいぶ前ですか。そうなんですよ。だからもうあれなんですよ、ゲストに、うん、これ、ね、先週はあの森永さんを、あ、はいはいはい、出したらまた浮気放送だと。もうダメだよ、タグに浮気放送とか。ダメですよ。何をおっしゃいますやら。違いますよ。皆さん分かってるでしょ。もうなぜデイジーデイジーさんをゲストにお迎えしたかはもうお伝えしたでしょうよ。知ってますか皆さんよ。うん、まあいうわけで、とりあえずまあどんな放送かでもどんな放送かを説明しましょうか。まあダラダラと、はい、私ビートマニアというか、はい、コナミの音ゲーを中心に、はい、まあ、中心にというか、まあ、いろいろやってますけども、はいはい、もうビートマニアとか大好きですよ。いやいや、ありがとうございます。好きでも音ゲー大好きなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。なので光栄でございます。光栄でございます。あれですもんね、U ビート入っちゃいましたもんね。はい、あの防衛本能は、防衛本能は9月15日にですよね。入りました。もうありがとうございます。ですよね。皆さん やりましたか U ビートコピオス。こちらのね iPad 版、うん、まあ、こちらの iPad 版、 iPad 版にももちろんどこにあるかな、デイジーデイジーパックありますからね。ありますよね。そちらですね。ここにありますよね。そっか、曲ごとになってるかな。こちらね、これね、これですよね。防衛本能。やってますか皆さん。やってますか。なんか不思議、両方あるのが不思議。そうなんですよ。カメラが2つありますからね。なかなか。そうなんですよ。で、あの最初ね、この iPad 版で出ましたけど、はい、あの先週、はい、15日からですね、ユビートのゲームセンター版の方にも、はい、防衛本能の方が入ってますんで、はい、ぜひ皆さんぜひぜひバリッと。あれ、なんだこれ、ボケたぞ。ボケたぞ、これ。ちょっと耐えられなかったんです ね、ちょっと映像が。なんかないか。やりましたか、やりましたか皆さん。そうですか、やりましたか。そう、デコニーナさんの作曲です、はい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 、作詞作曲です。そうです、そうです、そうです、デコさんですよね。はい、デコニーナさんですね、はい、あとね、エビデンスの方もね、40mPさんの方の方は、はい、こちらの iPad 版の方で、はい、入ってます、はい、入ってますんで、ぜひぜひ皆さんやってください。というわけで、あれですよね、はい、まあ、その2曲というのはフェアリーテイルというテレビ東京系の、そうなんです、ね、週刊少年マガジンで好評連載中の、はい、漫画のオープニングテーマなわけですけども、はい、なんとこの度私どもというか、ちょっとね、ちょっとこの遺影がね、遺影があるんですけど、残念、惜しい人を亡くしました。あえ、ね、台風でこうですか、家こうしとけばいいですか。そういうことですね。こうしとけばいいですか。こうですか。家じゃないよ。そうなんですよ。あのなんと空港で足止め食らって、はい、アメリカに行ってたんですけど、はいはい、この男は、ええ、なんでアメリカに。あのですね、まあ、ちょっとあの心の気分転換リフレッシュと聞いてますが、あ、はい、もうあの男もですね、はい、毎日ニコ生をやってるんですよ。あ、そうですよね。なんかあのツイートでよく回収してて、そう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 、あれと思ってすごいいっぱいやってるんだな。あの不気味な生放送毎夜やってるんですけど、はい、アメリカに行ってまでやってましたからね。すごいですね。で、今日の朝、まあ、こちら時間でいう11時ぐらい、はい、だからまあ向こうの夜の0時とか、はいはい、向こうで足止め食らってたらしくて、はい、あ、はい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 、飛行機飛ばなくて、はいはい、アメリカから日本の便が、はい、成田ですかね。で、そこで足止め食らってて、負けてるぞ、負けてるぞ。で、そこで止まっちゃって、はいはい、あの空港の待合のロビーで、はいはい、警備員に睨まれながらこうキーボード弾いてたっぽいです。
俺もちょっと見れなくて、なんですよ。そのくらいね、あったんですけども、はい、なんと、はい、今日ダメだったっぽいですね。残念な。残念ですね。せっかくここでお話できると思ってたんですけど。そうなんですよ。いいね、まあね、そんな感じで、そんな感じでやってますけども、はい、じゃあちょっと番組説明忘れた。今日もね、あのニコ生とリューストリーム、まあユーストリームですね、二元放送やってますけども、はいはい。こちらのね、ニコ生の方は、なんちゅうか、そのまま流してくれればいいんですけども、あ、リュウって誰？あ、どうも、はじめまして。ビートマニアを中心に音楽ゲームなどの曲、クラブ系の曲作ってます、リュウでございます。はい。いうわけで。で、こっちの方はね、ユーストリームの方は、アルファベットの Q をね、先頭につけてもらって、質問を投げてもらえれば OK だと思います。はい、来てるかな。で、今日はね、デイジーデイジーのミカさんをお迎えしてますんで、デイジーデイジーミカさんへの質問を主に募集してますんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はいはいはい。いうわけで早速なんですけども、A 級の絆ありますけども、はい、あの曲、ミカさん的にはどうでしょう。なんか印象ありましたか、初めて聞いた時など。はい、もう結構ブログでも言ってますけど、トワの絆、うん、え、間違ったんですか、本当に間違ったんですか。リアルで間違ったんですか。今すげー間違えました。いや、なんかあえて言ってるのかなと思った。いや、あ、本当に間違えた。ちょっと完全にやっちゃったよ。大丈夫ですか。この間も間違えたんですよね、素で。自分らの曲で、はい、夢うつつって曲があるんですけど、はいはいはい、夢に現在の現って書くの曲、はい、森永さんの曲があるんですけど、はい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 、あの曲もね、普通に無限って呼んでましたから。ああ、もうダメですね。いやいや、そんなことしちゃダメですね。ね、これね、裏話を言うと、はい、瀬尾っていう男がいて、はい、まあ曲、アナザーインフィニティはあの男と一緒に書くんですよ。はいはい、例えば、メロディーを二人で一緒に書いて合成させたりだとか、うん、オケを基本的に瀬尾がまず作って、その後自分がリズム帯とか、はい、ベースとか、はい、あと音源周りとか全部差し替えていくとか、いろいろ作業のやり方あるんですけど、うんうん、基本的にファイルのやり取りってQBase ファイルって言ってですね、はいはい、曲のデータをやり取りしていくんですけど、あの男が、はい、フォルダーの名前を適当につける男なんですよ。あ、はいはいはい。で、俺はちゃんとつけるんですよ、基本的には。日付とちゃんとしたタイトルをつけるんですけど、もう本当になんというか、例えばデイジーデイジーさんの曲はなんて書いてあったかな、そこで A 級って書いてあったのかな、とか、なんか本当にだからそれで覚えちゃって。そうなんですよ、なんかコードネームじゃないですけど、なんか開発してるみたいな感じになってるんですけど、はいはい、もう本当にそこがうまくいけてないですね。なんでだろうな。そのせいで間違っちゃうんですね。そこあるんですよね。だから夢うつつの場合も普通に無限って書いてあって、はい、あ、無限って書いてひらがなで、もうそれが刷り込まれてるから無限無限みたいな感じでついつい言っちゃうんですよね。まあ、とわの絆ってことで。とわの絆ですよね、はい、初めて聞いた時は、はい、本当に正直すごい一聞き惚れですよ。あ、もうありがとうございます。これだと思っちゃいましたよね。本当にこれが歌いたいと思っちゃいましたよね。嬉しいな。本当に嬉しいな。いや、もう本当に正直多分みんな聞いてる人も、うん、絶対好きなはずなんですよ、かなり。かなり好きな人多いと思うんですよ、これは。はいはいはい。いや、もう私熱く語っちゃうんですけど、本当にいい曲ですよね。いや、本当に。いや、ポニーキャニオンさんの担当の方からも、こう、伝え聞いてるところによると、本当に惚れてると。そう。もうこれだっていう。もうこれしか嫌だって、ぐらいに言ったんですよ、もう本当に。いや、これがいいって言って、でも歌わせていただきました。いや、もうありがとうございます、本当に。ありがとうございます。いや。はい。なんていうか、自分的にはもう最初のイントロでもうぐっとみんなの心をつかめるんじゃないか、そしてそこに乗ってね、もういいよ浮気は。いや、なんかさっきからその初めて聞いたら、うんうん、なんか生で聞いた時マジで感動しましたって書いてるんですよ。おー、本当マジですか。いや、もう本当何回かもう歌わせていただいてるんですけど、うん、ライブとかで、うんうんうん、そしたらもう皆さん大好きだったんですって、はいはい、もう
あら嬉しい。もう上がるって、はいはい、みんな言ってました。なるほど。ということはもうここでみんなで、はい、こう聞いてみますか。早速。あ、聞いちゃうんですか。聞いちゃいましょうか。聞いちゃいましょうか。ちょっと待ってくださいね。ここで。ここで。投稿しちゃおうかな。今現在の状況大変混雑しています。大変混雑していますって言われますね。あ、いけますかね。どうでしょう。ここで流すんですか。これで流せるんですね。いけますかね。あ、今もうちょっと話してみましょうか。はい。じゃあちょっとせっかくだからこれいっぱい、はい、みんないっぱい書いてるからこれからそうですね探っていきましょうか。はい、はい、ユーストリーム側も美香さんは指ビートどれくらいの腕前ですか。腕前ってわかります。ごめんなさい英語は読めないんですけど、真ん中のあれ、あ、ビギナーじゃなくて、エキスパート、素人さん、素人さんじゃないです。めちゃくちゃ怖いみたいな。真ん中のなんていうんですか。真ん中のやつ。お出してみましょうか。あ、そう、あ、もうアドバンスですね。そうですね。あの真ん中。真ん中いけるって感じです。どの真ん中いけます。防衛本能の真ん中いけるって感じですか、ね。あ、防衛本能ちょっと難しいんですよ。そうなんですよ。難しいんですよね。三六九ですからね。すごい得意なビリーブなんですけど。ビリーブ。なるほどなるほど。ビリーブだと、まあ一応、あ、でも一番は、でも私あの音ゲーが本当に好きなんですよ。だから、はいはい、もう通ってるぐらい好きなんで、はいはいはい、だからあの。上手くなってもいいのに、うんうん、そんなに上手くないけどみたいな。なるほどなるほど。でも日によって違うみたいな。なるほど。ちょっと上手い日もあるよみたいな。なるほど。とこあるんですね。なるほどなるほど、うん、なるほどですね。エビデンスはどうですか。エビデンスも、あ、そう、この真ん中のやつですね。アドバンスは、あ、じゃあ5ぐらいまでいけるって感じですね。そうですね。指ビートで。なるほど。なので、うん、ゲーセンに、はい、カード作って、はい、指ビートやってるんですけど、うん、レベル6、7までは一応クリアはできる、うん、おー、なるほどなるほどっていう感じですね。もう7いければ結構なもんですよ。自分も、ですか。自分も8までしかいけないですから。あ、本当ですか。本当に。あ、じゃあ、ありがとうございます。いえいえいえ、さすがですね。結構ですよ、ええ、やっぱり防衛本能難しいってこれ出てますね。そう、難しいんですよ。難しいですよね。あ、これはもうアーケードゲームでやっていただいた方なんですかね。そうですね。あ、まあ、どちらか、iPad 版か iPad 版なんですね。結構アーケード版が多いですかね。なんかこの iPad でやるとすごい、はいはい、ちょっとか簡単じゃないですけど、はい、ちょっとこうやりやすいっていうか。あ、私こう iPhone の方でちょっとやってたと、はいはい、すごい難しかったんですよ。ちっちゃくて、なんかちっちゃくても難しいのかな。 iPhone 版はちょっと小さいですもんね。なんかこれだとなんか触りやすかった、うんうんうん、スースースーみたいなさ、はいはい、みたいな感じで。でもゲーセンに行くとちょっとパコパコこう、そうですね、ちゃんとボタンですね。ボタンになっちゃってるから、はい、なんかあんまりこうできないみたいな。はいはいはい。あれすごい上手い人、すごい上手いですよね。そうですよ。びっくりしちゃって、そうです。よく後ろでわーって見てるんですけど、はい、すごい上手ですよね。そうですもん。あ、そうだ。じゃあその上手い人の決定戦みたいのを、はい、12月の頭に、はい、でっかいところでやるっていう、まあ、全国大会を、はい、今月下旬かな、予選が始まるのかな。はい、来月下旬から、はい、来月チャンピオンシップっていうのが、はいはい、コナミさんがやりますんで、ぜひぜひご覧になってください。ああ、ちょっと、はい、見たいです、それ絶対。はっきり言ってもうちょっと追いつけないというか。人間じゃないレベルですか。いや、すごいですよ。本当にすごいです。これは無理だろうっていうのをもう全て一番いい評価で、あ、はい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 、全部こうエクセレントって言うんですけど、はいはい、すごいですよね。タイミングがかなり難しくて、いやもう本当にすごいですね。押せててもタイミングが悪い、ね、みたいな、そうですね。もうもう本当に、音楽やったらどうですかっていうような、あ、タイミングの良さです、ね、そうですよね。リズム感めちゃくちゃいいですよね、あれの人たちは毎日やっぱりやり込んでるんですよね。やっぱり覚えちゃってる感じですよね、絶対。本当にもう反射神経というか、結構そのなんていうか、譜面を覚えるのも指ビートは大切なんですけど、まあ、それだけではなくて、やっぱりその本当に初見っていう
いうかもう最初初めてやる曲も、はい、もう上手いですね。ああそうなの。そうです。だからもう体にこう染み渡らせるのはもう当たり前なんですけど、それよりまたハードル1個上っていうのがありますよね。本当に。まああとパフォーマーの方とかは例えば片手で全部やっちゃうとか。すごい。16パネル。すごいすごい。すごい光って光るんですよ。はいはいはい、難しいやつとか。はいはいはい、例えばですね。はい。まあ、ここに I'm so happy って曲があるんですけど、はいはい、これ の, 一番難しいのがレベル10なんですよね、はい、多分 U ビートの中で難しい譜面トップ3を上げると、はい、この曲が一つ浮かぶんですけど、あ、はい、もう例えばこれをこれ片手でやったみたいな、レベル10とかはですね、もう花火みたいですね、もうなんかチカチカ光るっていうか、例えばこんな感じですね。まあ、皆さんも見たことあると思いますが、こんな感じです。いやーすごい、こんなのできない。イエーイ、ね、こんなのできない。絶対パカ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 開きますよね。めちゃくちゃ早いですよ、こんなの。え、これを片手でやっちゃうんですか。ね、これを片手でやっちゃう。うわーすごい。だから自分もよくわからないんですよ、どうやったらこう押せるのか。そうですよね、こんなのはてっていう、はてですよね。そうなんです。いやーすごい、こんなの。そうなんです。ちょっとできる人の目の前で見てみたい。ねえ、ギリギリクリアできるっていう人がいますね。なかなか。いやいや、自分の曲だろって言われてもできないですよ、自分は。本当になかなか、本当に難しいです。いやすごいですね。また浮気かって。もうそればっかりですか。愛されてますね、ちょっと。いやいやいや、もう他にあるでしょ、他にって感じなんですけど。はいはい。質問とか来てますかね。台風どうですか。今日大丈夫でした、台風。今日レコーディングで、ええ、もう朝から来てたんですよ、こっちに。あ、なので大丈夫でした。なるほどなるほど、はい、なので、ええ、はい、一時期どうなることやらなんて思ったんですけど、でもその間ずっとブースの中にいたんで、大丈夫だったんですよ。なるほど。いやもう本当に瀬尾がもう昼ぐらいの時にダメだって分かってたんで、もうそうなってくるとデイジーデイジーさん大丈夫かなみたいな感じでいたんで大丈夫です。でも皆さん本当ね、大丈夫、皆さん大丈夫でしたからね。もう渋谷見ました、気がドーンと、はいはいはい、タクシーが、はい、押しつぶされて、押しつぶされて、ちょっとごめんなさい、どうしたんですか。ちょっと緊張しちゃって今、あそこお水あります。ありがとうございます。ここにちょっとね、あ、そうですね、ちょっとお水飲む。そうです、そうです。あと渋谷じゃない、銀座の松木雄のところでバーンって倒れてましたもんね。あ、また気が、そうなんですね。いやもうすごい風で、ええ、もうスカートめくりまくりですよね。あーなの、いやしいやらしい発言すみません。いやいや申し訳ない、ありがとうございます。すみません。レコーディング中揺れませんでした、部屋とか。あ、揺れませんでした。大丈夫でした。はい、全然さすがスタジオ、はい、丈夫で。でレコーディング中に逆に館内放送が危ないですよ、危険ですよみたいなのがずっとかかってたから、なかなか、ああみたいな、ちょっと入っちゃうみたいな、はい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 、なんか中断するとかはありましたけど。はい、なるほどですね。なんかすごいボケたりあれですね。でもこれすごいロジクール、ロジクール、うちもニコ生ロジクールなんですか。10歳平和同盟って、多分分か、はい、分かんないと思うんですけど、10歳平和同盟っていうのをやってるんですけど、はいはい、ここのやつで、ここのカメラでやってるので、はいはいはい、ちょっといいですねこれ。これ羨ましいななんて思って。本当ですか。はい、本当ですか。いいですね、なんかこういう方がいいな。パシパシって感じで、はいはい。あれというか、どうなりました。ちょっとアッピングに手間取ってまして、じゃあこれでいきましょうかね。これでいけるかな。いけるかな。あ、完了した。お、完了したけど完了した。あれ？完了されてる？あ、ちょっと時間かかるんですよね、これ。
そうだ。あ、いいですよ、見ていいですよ。はいはい。どっちが、あんまり。そうですね。逆に、あ、デイジーデイジーさんは花のデイジーが好きなのですか。あ、そこ、これ自分も気になりますね。あの、デイジーっていうあの名前というか、はい、ニュアンスというか、はい、雰囲気というか、はい、それが好きだったんですよ。デイジーっていう響きっていう響きですね。言葉自体、言葉が好きだったんですよ。なるほどなるほど。それであのデイジーって確かお花だなと、はいはい、でお花の意味を調べて、あ、素敵な意味がいっぱいたくさん、もうすごいいっぱいあったんですよ、うん、だからあ、これはもうデイジーだなと。なるほど。でもデイジーだけじゃちょっと寂しいなみたいな。なるほどなるほど。まあハンターハンターも流行ってるしみたいな、はいはいはい、デイジーデイジーみたいなみたいな、バツバツ見てちょっとパワーアップさせちゃったみたいな。でハンターハンターが大好きなんですよ。なるほど。みたいな。ハンターハンターってどうしてハンターハンターになったのか知ってます？あのバツの、あ、そうそう、あれ松本人志さんですよ。あれあのハンターハンターの初期の何巻かのあの作者の言葉っていうか単行本って、はいはいはい、作者の一言コメントがあるじゃないですか、はい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 、開いてすぐの、はいはい、あそこに書いてあります。あ、書いてます。ちょっと多分あそこだったと思うんですよね。あ、そうなんですか。あのなんで繰り返すねんっていう、あの松本人志さんが、はいはいはい、突っ込んでて、はいはい、じゃあ繰り返そうみたいな。あーそういうなんかそういう流れで、そういう、そういう流れだったらしいですよ。です、ね、お、アップされましたよこれ。は、初出しになるんですかね。SM の永遠の絆の PV。永遠の絆の PV。SM の1567。1567。1567 3748。3748。1567 3748。はい。じゃあこれ、みんなで見てみましょうか。はい、再生。これサブだといい感じに俺がこう動けるっていう。そうなんです。すごい。ちょっと私ごめんなさい、見たことないんですよ。まだ見せてくれなかったですよ。ですよね。大人たちが見せてくれなかったです。ここでちょっと流してみましょう。ちょっと見たいです。はい、今ここ流れてますからね。あ、流れてるんですね。流れてるんですよ。残念ながらここでね、あ、見れないんですね。できないんですよ。はい、なので僕たちはこっちでっていう感じで、はい。あー、すごい。そうですね。あー、大丈夫かな。今日は音大丈夫かな。結構音が大きいんですよね。あ、ね、そうなんですか。これって声は聞こえてるんですか。はいはい、声も聞こえてます。あ、声も聞こえて、ちょっと邪魔なんじゃないですか。大丈夫ですか。高っときます。みんないいよ、この曲って嬉しいですね。これがですね、問題があってですね、どこで終わってるかわからないです。これ見れないですか。こっちでいきますかね。今大体これここぐらいかな。ああ。あ、そこに来ましたよ。そこに来ましたよ。あ、すごい。すごい。これすごいですね。どうやって作ってるんですか、こういう職人さんは。これ自分もあまり触れてなくてわかんない。自分もなんとも言い難い。すごい。なんかね、
ニコニコ動画もかなりの歴史を言ってるんで、あれすごい。すごい。すごいな。すごい。すごい。すごいですね。職人の本気って職人はいたって。綺麗。すごい。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。あ、いいですよ。流星群というものかって、ね。はいはい。素敵ですね。こう、うまいじゃないですか。流星群。ありますもんね。ニコニコ動画流星群っていう。あ、なんか、この色、うん、あ、一回目は普通だ。うんうん。この虹色みたいになってるの。はい。はい、終わりましたでしょうか。ありがとうございます。終わりましたでしょうか。はい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 、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。これで終わったかな、終わったのかな。ありがとうありがとうありがとう、はい、じゃあここ消しちゃいますよ。さ、はい、消えました。というわけでですね、ちょっとあのあれですね、あ、見てください。あら、ありがとうございます。かわいいですね。あ、かわいい。でこちらはですね、初回限定版CD プラス DVD についてくる、うんうん、PV で、なんと今流したのが初出し、はい、あ、じゃあ皆さんもというわけでね、瞬間を見て、はいはいですね、ここすごい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 なですね。というわけでちょっとまだ足りてないので延長したいと思いますが、延長どこだ延長延長延長、あった、これ来たかな。はいはい、来ました、延長。あ、延長、延長来ました、延長来ました。というわけでね、今見ていただきました永遠の絆の PV なんですけども、はい、初回限定版についてきちゃうんで、皆さんね、ぜひともね、はい、ニコニコだけでなく DVD で大きな画面で綺麗に見ていただいてもいいんじゃないかと、うんうんうん、私は思っておりますけども、うんうんうん、他には永久の絆1曲目2曲目とわ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 、もう本当にもうあの男めスターリングトランサー今度俺がリネームすることにしようマジイライラするわあいつドアの絆、はい、で2曲目ナイトメア、はい、これはあれですよね、1640、はい、メートル P、はい、あれですよね、1643と40メートル P さんの合作っていう、ね、はい、この曲どうでしたか。この曲も素晴らしすぎですよ、ちょっとあらあの、ね、なんかあの43にはそのエビデンスを前に作っていただいた雰囲気のイメージがあったので、はいはいはい、だからもう素晴らしい曲が絶対来るんだろうなと思ってたんですけど、はい、いや、もうまたまた、はいはいはい、力強さと切なさと、あら、素敵な感じで、はい、もう本当にこれはなんていうんですかね、なんかエビデンスを、はいはい、想像している、うん、想像している頭で来ると、うん、またが、これ一本取られたみたいなところはありますよね、絶対に。なるほど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 。でそうきてそうきて次がまた名前をつけて保存、はい、これまたすごいですね。そうですね、デッドボール P さん、デ P さんとコスモと暴走 P さん、コスモさん、すさまじいタッグですね。はい、こちらの曲どうでしたかただもう名前をつけて保存っていうタイトルからして、はいはい、ちょっともうなんかぶっ飛んでる感じで、だからすごいしかもでも私的にはあんまりないかもみたいな、うんうん、今までデイジーデイジーの中でなかったなっていう曲ではあるので、うん、なるほどなるほど。で歌い方もまたちょっと、うん、ちょっと変えて、うん、なので、うん、そうですよね、デイジーデイジーさんとあのレコーディングを一緒にやらせてもらいましたけども、はい、あの時に歌い方をディレクションでどん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 変えられるのに結構感動してて、ありがとうございます。あとで瀬尾と
すげえなっていう。ありがとうございます。いいやったんですけど、あの歌唱力っていうのはどこからだったんですかね。あの、もともと私がその演歌を、演歌演歌をやってまして、すげえ、あの4歳の頃から、はい、あのうちの両親が演歌の教室の先生だったんですよ。なるほど。なので小さいその4歳の頃からずっと演歌を習って、親から習っていて、なるほどなるほど、演歌修行をずっと積んで、演歌歌手になるために上京したのに、演歌歌手にはならず、まだ年齢的にもちょっといろいろ挑戦してみたいしという思いもありつつ、はいはいはい、あのちょっとそういう J-POP 系とか、なるほど、アニメ系とかを歌わせていただくことになりみたいな感じなんですよ。なるほどですね。でそれでデイジーデイジー生まれたって感じな、そうですね、流れですか。はい、よくわかりました。演歌からだったらもうサラブレッドですね、完全にですよね。でも4歳ですよね。そうです。4歳何やってたかなトミカとかプラレールとかですかね自分の場合ポンキッキとかみたいな全然次元が違いますねなるほど、そうだったんですね。だからあんまりその、J-POP も最初全然本当に知らなくて、あの演歌しか聴かなかったぐらいだったんですよ。本当にすごい、なんかもう聴、かせてもらえなかったし、自分も、あると知らなかったみたいな、なんかもうなんか音楽がそういうものがあると知らなかったというか、なんでちょっと本当にあの演歌の畑にしかいなかったんで、お、今地震が、地震が来ましたね。あ、大丈夫ですか。あ、揺れてます、揺れてます。大丈夫ですか、皆さん。大丈夫ですか。火の元、火の元気をつけて。あー、揺れてる揺れてる、本当だ。あー、揺れてる。茨城で震度4。え、大丈夫ですか皆さん。最近なんか自分の入れてる Google の地震速報が立ち上がらないのが気になりますねなんだろう。あ、震度4だからギリ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 大丈夫って感じですかね。あ、すごい揺れてますね。今日もあのさっきまで台風で、はい、風がすごい当たってずっと揺れてました。びっくりしました。それでもう船にいるみたいです。ああ、ずーっと揺れてます。揺れてるとなんかだんだんちょっと気持ち悪くなってきません？いや、もう即いる、もうあれですね、酔います、自分は。あ、酔っちゃいます。もう三半規管弱いんですよ。あ、本当に。あのゲームは大丈夫です。 3D ゲームで酔う人いるじゃないですか。あ、はい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 、あれは全然大丈夫ですけど、もう本当にダメですね。まだボケてる。なんだこれ。畜生。ビル酔いって。なるほどなるほど。そんな感じで。今3曲目まで紹介して、あ、4曲目。4曲目はメルカトル。はい。オーニューピーとピノキオピーさん。はい。はい、もう二人ともとても優しい方で、面白い方で、はい、あのもうレコーディングの時も楽しくやらせていただいたんですけれども、はい、なんか。ちょっとまあこれはまたおいおいちょっと話していきたいなと思っていたことなんですけど、このメルカトルっていうその 詩について、あの私があのちょっとまあ地理が苦手というか、もうなんかあのもうなんか日本がわからないというか、もうなんか全てがわからない、世界がわからないっていうか、メルカトル図法ですよね。そうですね。なんかそこから地図から来てるというか、地理から来てるというか、そういうところからあの私のことを調べてくれて、なんかこうあの美香さんのぴったりのやつを書きましたよなんて言ってくれてそこから、はい、ちょっと、いや自分自信ないですね、それだけこう提供されて私地理が苦手って、そうか、地理が苦手ってことはこういう曲ですねって、無理ですねちょっと自分には浮かばないな地理、地理の曲なんですね。そうですね、メルカトルそこから来てるらしいです。ちょっとありがたいです本当にじゃあ本当にあのモルワイデ図法とかいろいろありますけど、はい、方位図法とかもいっぱいありますけど、はい、そこになるかもしれなかったんですけども、今回はメルカトルと、はい、いやよくわかりました。とてつもなく面白いと思いますなるほどなるほど。で DVD は「永遠の絆」PV、はい、テレビアニメ「フェアリーテール」のノンテロップオープニング映像、あ、はい、テロップなしの映像が一緒に入るって、はい、はい、あ、これはいいですね。そうですよね。なるほどなるほど。フェアリーテールファンにはたまらないという、はい。で、え、通常版には CD と、まあ、DVD はつかないけど初回生産分限定のマウスパッド。お、あ、通常版にはマウスパッド、うん、これまたなんかこういいグッズですね、うん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 、
最近あのマウスパッドいろいろ出てて面白くて自分もちょっと集めて見ちゃってしてますから、うん、今回もまたコレクションの一つとして、はい、はい、私のマウスパッド集めてんですか。あれあの気持ちいいじゃないですか、マウスパッドウレタン部分が。あ、わからないか。あのなんかセクシーなやつもありますよね。セクシーなやつ集めてないんですよ。あ、セクシーなやつ集めてない。セクシーなやつ集めてないんですよ。あのあれですよね、あのもっこりがね、もっこりこれ2個当たり3個当たり、ね、それ集めてないですね。あれはちょっとですね、ちょっとあの敷居が高かった。あ、そうですね、ちょっと、まあそうですね、でもあの本当になんていうか走り高跳びぐらいのハードルの高さで、あ、俺は無理でしたね。棒持ってなくて、あ、そこは無理なんですけど。あ、そうですか、そうですか。結構ウレタン素材好きで、あ、はいはい、ああいう風なちょっともちっとしてる、あとなんかあのクッションみたいな、はいはい、低反発みたいなやつあるじゃないですか。はいはい、ビーズみたいな、あ、ビーズみたいなやつとか、ええ、はい、ああいうのいいですね。ああ、手つきが怪しい。やめてください、やめてください、やめてください。だからあのあれですよ、あのエッチなやつは買ってないですからね。あ、みんななんかそれをちょっと嫌いな方に持ってってますよ。違いますよ、違いますよ、全然。はい。ですね。嘘だって言ってますけど大丈夫ですか。はいはい、嘘だって言ってますよ。いやいやいや、いや、そこはないですから。今ピンクの文字出たじゃないですか、はい、あれ嫁です。え、本当ですか。本当に嫁です。え、どこどこどこ、もう一回、え、どう、まあ、このドゥフフフって、あ、はいはいはい、書いてたんですけど、あ、見てらっしゃるんですね。あれ、あ、すいません、あの横で隣ですいませんです。いや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 、すいません、距離をすごい空けます。いや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 、ないですから、ないですから。そんな感じですごいですね、はい、あのすごいラブラブじゃないですか。なんすか、すごいじゃないですか。いやいや、いいじゃないですか。もうあのなんていうかあれですよ、なかなか仲良くやってますけどね。なんかむつまじくラブラブじゃないですか。いいじゃないですか。いやいやいや、いいな、いいな。あの本当にあの漫才コンビみたいな感じでやってるんですけど、はいはいはい、本当になかなかツイッターとかも、うん、まあボケたら突っ込む、はいはいはい、いいな、ね、いいな、いいな。あ、確かに今日は一言も突っ込んでないな。結構、うん、今日はツイッターでボケたはずなんですけどね。あら、幸せ者めって。いやいや、いいっすね。いやいや、まあまあ、いろいろありますけどね。末永く、いろいろありますけどね。末永くお幸せに。いやいやいや、幸せに。ドーンみたいな、ドーンみたいな感じですけど、うん、はい、いうわけでね、あのとあの絆の CD 情報、そんな感じで、うん、ぜひともね、あのアップした映像も何回も何回も見ていただければ嬉しいなと思っておりますね、はい、私、はい、ちょっと質問拾ってみましょうか。こちらのユーストリームから拾ってみますか。はい、こっちに、お、なんかデイジーさん、しっとりとした楽曲は歌うのですか、うん、って書いて。おお、どうでしょう。しっとりとした楽曲、うん、結構歌いますというか、あの結構あの私の声質が、うん、なんかまあ皆さんから言われるのが、うん、なんかバラードの方がちょっと合うみたいなことは言われるんですけど、うん、でも、うん、実際あの、うん、歌うとしたら、うん、私あの早い曲がすごく好きなんですよ。あ、アップテンポで、はい、ノリノリに行くやつ、はいはい、あのメタルとか好きなんで、あのメタリカとか大好きなんですよ。メタリカなんで、だからあの本当はそういうのやりたいみたいなところもあるみたいな。そうなんですか。なんで、え、じゃあメタリカっていうことはマーティーフリードマン、はい、まあ、あのやっぱりあのマスターパペット大好き。ああ、なるほど、そうだったんですか、うん、ええ、あのなんかあのとにかくなんか激しくて、はい、速くて、はい、なんかもうガチャガチャしてるのが好きなんです。なるほど、はい、スラッシュまではいかない感じなんですか。ああ、そうですね。なんかメタリカさんがかなり好きなんですよ。なるほど、なるほど。なんか結構、うん、あのそうですね、なんか人聞き惚れですね、それも。なるほど、なるほど。なんでだから今回の「永遠の絆」も、うん、いや、メタリカまですごい激しくないですけど、でも速い曲、そしてあのピアノのメロディー、もう大好きなんですよね。あれはもうああいうなんかこう、うん、こう高まる感じのが大好きなんですよ、うん、なるほど。テンション上がるのが結構もうあれノリノリですもんね、はい、
まあ、あのアナザーインフィニティ自体基本的に、まあ、トランスというか、はい、ダンスチューン中心なんで、はいはい、まあ、あの手の曲というか、はい、まあ、あのトランス、まあ、今回は、まあ、ダンスポッププラスちょいトランス寄りかなぐらいの立ち位置なんですけど、うん、まあ、あとテクノポップとか、はい、そっちは、そっちの方なんですけど、なんか話聞いてるとなんかミカさんのその振れ幅っていうかもう演歌からメタルまでみたいなすごいですよね。そうね、なんかもうあのやっぱ知らなかったからこそ、今までその演歌しか知らなかったからこそのことなのかもしれない、はいはい、いろんなところが好きなのがどん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 増えちゃったみたいな。なるほど、感じですね。あの本当に自分演歌にすごい興味があるというか、まあ、演歌のお仕事はまだしたことないんですけども、はいはい、あの稽古というか練習というか、あ、まあ、あのお父様お母様からいろいろ指導があったと思うんですけど、はい、どんな感じで行くんですか、あの歌の練習っていうのは。なんかあの絶対にあの練習しない日は絶対作っちゃいけないというか、毎日練習、毎日ですね。であのなんかその個人練習あり、はい、あの生徒さんもいたんですよ、はい、あのおばさまおじさまとして、あのその生徒さんとも一緒に発声練習もして、はい、さらに生徒さんの前でもあの歌をこう歌って聴、はい、いていただいて、あの、まあ、今の実力を見てもらうみたいな。なるほど、なるほど。結構こう厳しい感じで、あの、お友達とも遊ばせてもらえなかったりとか、そういうのですね。だから毎日毎日それで、はい、過ごしてて。なるほど。であのの月に、の5回以上は、はい、その歌の発表会とか、大会だとか、そういうのに絶対に出演していくという。なるほど。なんでなんか、あのステージ経験はすごい多いみたいな。なるほどですね。昔から。はいはいはい。あ、もうそれでもうかなり場数は踏んでたっていうか、もう。まあそうですね。そういう意味では。結構。そうですね。ちょっと。なるほどなるほど。ちょっと謎は解けました。いや、あの NHK の最近やってる番組でディープピープルっていう番組があるんですよ、はい、あのプロの人を、はい、まあ、すごい手だれの人を3人呼んで、はい、あのまあ、台本なしで1時間ぶっ通し、まあ、1時間以上話してるんだと思うんですけど、本当あのあるテーマに沿って、はい、あのプロを呼んで話すっていうので、はい、演歌の会があったんですよ、はい、で坂本冬美さん、はい、と、あと誰だっけな、小林幸子さん、あ、はい、あともう一人誰だっけな、ジョーノーズさんだったっけな、いや違うような気がする、うん、まあ3人来られてて、うん、あの話されてましたけど、例えばあの拳はどうするかとか、あ、結構ディープな話を、うーん、結構その人それぞれ拳の出し方が違うくて、なんかすごい、まあ、同じような風に聞こえるけど、なんか出し方が違かったりして、だからあの同じ風にこうしなさいって言われてもできないとか、でもこういう風にすればできるみたいなところもやっぱりあるし、その J-POP の歌い方とはやっぱり全然違うので、そのやっぱり最初すごく苦労しちゃって、その J-POP の歌うってことになってから、なのであのなんかちょっとなんていうんですかね、たくましくなってしまうというか、情熱的に歌いすぎてちょっと重い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 みたいな、重い、それ以上そんな重く歌わなくていいからみたいな感じになっちゃうんですよね。だからそれであの結構苦戦しました最初は。あの、なるほどなるほど。なんかたくましく、なんていうんですかね、オペラじゃないですけど宝塚じゃないですけど、そういう感じの J-POP なのにそういう風に決まってっていうか、なるほど、舞台、舞台みたいな感じで歌っちゃってるような、はいはいはい、だからそれはちょっとダメダメみたいな。うん、なるほど。 あのその番組の中でも多分今の話と同じような感じで、あの、坂本冬美さんが最近あのビリーバンバンのカバーで、あの今君に恋してるって、ああ君に恋してるっていうのをあの拳回しすぎたっていう最初、あ、あのもうやっぱりついつい入れたくなっちゃうっていうのが、はいはいはい、でもそういう歌じゃないよねみたいなところでも結構削ったというか、はいはいはい、もうあのあれに近いなと思って、あのオーケストラの指揮者、あの、まあ、あのオーケストラの曲って、まあ、楽譜はありますけど、あの例えばモーツァルトとか死んでますから、あの解釈の仕方がどんどん変わっていきますよ ね、はいはい、指揮者によって、はいはい、まあ、あれと似たような感じで、あのボーカリストさんもここはどう攻めるべきかというか、はいはいはい、やっぱ歌詞とやっぱ思い伝えたいっていうのがあるじゃないですか、はいはい、なんとか、うんうん、いろいろこう共感してもらいたいだとか、うん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 、そこでこうなんていうか力の入れようというか、うんうん、こうドラマの作り方とか、うん、
そこがあると思うんですけど、でそこでその間この間この間のあのレコーディングで美香さんがこう、これきちんとこう抑揚というかちゃんとここはちょっと抑えて、はいはい、例えばこう A で A まあ普通に入って B 押さえてサビドーンとかなんかこう、はい、グッと入れたバージョンとか、うんうん、いっぱいテイク取りましたよね、あの時もですね、はい、あの時におおでまた即時にこう対応していくのが本当にすごくって、やっぱアハはなかなかいかないんで、はい、ええーありがとうございます。いやいやいや本当に。でもそうだ、でも、私43に、あのそんなに感情入れなくていいですって言われたんですよ。言われたんですよね。レコーディングの時に、あもうミカさんちょっと、まあ、そんな抑えてみたいな言われちゃって、あのエビデンス歌ってる時にも言われて、すいませんみたいな、はい、結構ライトに歌わなきゃいけないんだと思って。ありますね。ありましたね。ちょっとちょっと入れすぎみたいな言われちゃって。でもあれですよね、あの自分ボーカリストじゃないから、うん、なんかボーカリストさんのその歌う時の心情ってなかなかつかみづらいんですけど、うんうん、あのやっぱりあの乗ってくるともうついついこう行っちゃうっていう時が、ね、そうですね、ついついこうなっちゃいますね、あのやっぱりなんかこうなんか映像を想像しながら、はい、私歌ったりとかするんですけど、はい、なんかこの、まあ、曲作り、詩のイメージとかをこう想像しながら、こういうシチュエーションだみたいな、なんか盛り上がってくるじゃないですか、なんかあなたが大好きみたいな、はい、そういう曲だとするじゃないですか、そしたらもうなんかもう好きだ、もう好きみたいなもう好きみたいな感じになっちゃうんですよ、ハート、桃色みたいな、もうそうなんですよ、だからわーってなっちゃうんですよね、そしたらもうもうって43にまた止められちゃうみたいな行き過ぎですよみたいな感じで、戻ってきてみたいな感じになっちゃうなるほどそんな感じなんですね、いやこれためになります、いやいや本当に、はい、あのなんていうか、まあ、ボーカリストさんにもよるんですけど、はい、もう一回決めちゃうと変更できない人とか、ああそう、はいはいはい、まあ、もうきちんとあの作ってきてるというか、はいはいはい、まあ、歌い方を、例えばもう細かいところで言うともうブレスですよね、あ、はいはい、まあ、ブレスの入れ方一つ取っても、はいはいはい、で作ってきてあれ違うっていう時になってこうレコーディングで言うんですけど、これ治らないですよ。あのでも、もう頭の中でこうインプットしちゃってるんですよね。そうなんですよね。だからもう、切り替えられないから、なかなか、ちょっと待ってくださいねみたいな感じになっちゃうっていうか、その気持ちはわかります。なんすよね、もう頭の中でこうなっちゃってるんですよね。そうなんですよね。組み替えられなくなっちゃってるみたいな。でもそこあたりもあるですよね。もう美香さん慣れてらっしゃるっていうか、もういくらでも来いっていう感じ。どんと来い。なんかもうオーダー来いみたいな、そんななんかいいように言っちゃダメですよ、もう急にオーダー来いみたいな注文さばくぞみたいな、でもまあ、 あの切り替えられるようにあの、は対応できるようにはあのいつもこう柔軟にはしてます、素晴らしいです、いやいやもうそこがもう本当にあのアマとプロの差というか、なかなかねあの難しいところだと思うんですけどね、お質問来てますね、拳を聞かせながら J-POP 的な曲調は歌えますか？あ、もうなんかでも私あの気持ちが違くなってるんですよね、あの J-POP 歌う時と、はい、あの演歌を歌う時と、はい、なんか J-POP だったら今歌ってくださいって言ったら普通にあ歌いますっていう感じで歌うんですけど、はい、演歌を今から歌ってくださいってなると、はい、あのあちょっと練習させてくださいってなっちゃうんですよ、なるほど、あのなんかいきなりだと歌えないわけじゃないんですけど、自分的に歌えてない気がするので、ええ、嫌なんですよ、それがちょっと嫌だったりとかして、なるほどなるほど、だからなんかちょっと練習させてくださいみたいな、はいはいはい、なんかちょっと、うん、なんかあのこだわりがちょっとあるのかもしれないですね、なるほどなるほど、なんかあのこんなんじゃ失礼だみたいな、そのなんか演歌ってやっぱりなんか、すごいものだと自分の中でやっぱりこうなんか、なんでちょっともうちょっと練習が必要だなで、今すごいあの、演歌練習してるわけじゃないので、はい、うん、だから下手になってると自分でやっぱ思ってるので、うんうん、だからちょっと人様に聞かせれるようなもんじゃないなみたいな、なるほどなるほど、ところはありますね、やっぱり、なるほどですね、もう本当にあの入り方というか、そこからもうきちんとやって練習やって、そうですね、もう技術的な面だけっていうわけじゃないわけですね、もう演歌に関しては、そうですね、演歌はすごいやっぱり、難しいというか、なんかすごくハードルがやっぱり高いというか、はい、普通に歌ってはいけないと思ってます、なんか、なるほど、今指示が来ましたね、犬犬坂を歌ってもらおう、犬犬坂、犬犬坂、
犬犬坂ちょっと見てみますか。これはですね、あの、まあ、相方というか、はい、あの瀬尾がですね、はい、ニコ生中に作った演歌なんですけど、うんうん、でも演歌だもんな、でも怒らないでくださいね怒らないでください。なんで怒るんですか、なんで私こんな、こんな演歌じゃねえよみたいな怪我すんじゃねえみたいなそんなことは思い出せない15476 これでちょっと見てみましょうか。じゃあこっちはこっちで見てみましょう。聞けますちょっと聞いてみましょうか。かわいい絵がおや音が鳴らないな。あれですね、あイヤホンとかですか。イヤホン、イヤホン、じゃあ私イヤホン持ってるんで。本当ですか。これやばい、プレビューがいかないですね。あ、すみません、これもお借りします。あ、いいです。出てます。出てないですね。出てない。あー、無理か。出てないなるほど、やめときましょうかやめときましょうか、はい多分あれなんですよね、こっちでユーストリーム放送してるんで、はいはいはい、オフられてるんですよね。 あっちのユーストリームプロデューサーの方で、はいはいはい、なるほど。残念です、聞きたかったです。ここですね。あ、ダメですね。じゃあオフられてます。これって後日また切るやつですか。後日、じゃあ次回もしあれば覚えてもらっていいんですかね。覚えて、本当に、いや、いいのかないいのかな。すごい気になりますよ、そんな。みんななんかすごい反応。いや、超プロにこれ歌ってもらうのいけてんのかなえ、じゃあちょっとなんか口ずさんでもらったりとかできます。いや、自分どんななったか、これはまた覚えてないな。これ瀬尾がいればいいんですけど。あ、そうですよね。瀬尾がいないんですよね。ちょっといらっしゃらない、残念。てしまいましたね、またなかなか難しいですね、本当に。いやいや、でもすごいですね、演歌とかでもなんか曲作れる人って本当にすごいなと思うんですよ、はい、そうですね。いやもう、ええ、絶対私なかなか、私は詩が結構担当というか、はい、詩がめよく書かせていただくんですけど、ええ、曲はなかなかちょっと難しいなと思って、うん、なんかすごいなと思って。なるほどですね。自分もあんまり演奏できないんですよ。え、そうなんですか。そうなんですよ。本当に理論すらも危ういというか、そこまで。本当ですか。本当にそうです。ただ瀬尾はすっごい柔軟ですね。あ、何でもいけるはずですね。確かにレコーディングの時にさらっとこうピアノとかそこにあるやつピュラって弾いたりとか、あ、もうすごいちゃんとすごいみたいな感じで。本当に自分の場合だと、なんていうかもうピアノ譜面とかも全然、ピアノ譜面というか、まあ、ピアノの曲なんて全然ダメで、もう本当にコードを押さえながらメロディーを奏でるぐらいでしかできないですよね。コードが、ね、すごいですよね。コードが、いやいやいや、なんかこうコードができなかったりとかやっぱあるじゃないですか、ね、いや、あれはなんかもうあれですね、もう勘です。勘勘ですか。ちょっと考えたりすることもありますけど、転調を入れようかなとか、うん、なんかちょっとフックになるようなところを入れようかなとか、うん、いう時には考えますけど、はい、ええ、いや、なかなか本当に、でも瀬尾は本当に非常に器用ですね。いや、確かに、なんか瀬尾って天然ですよね。もうすごいですよ、あの男は。すごい天然ですよね。もうひどいです、本当に。不思議な人だなって最初、ええ、思ってて。ですよね。スタトラカップっていう、はいはいはい、あの男をなぜか知らないですけど、エアホッケーが好きなんですよ。買ってって言ってましたよね。で、はい、トロフィーまで発注しちゃって自分で、はい、スタトラ杯、すごい。
3000円で、はい、あのネットで発注して、はいはい、であのアローコとか2011って入れちゃったもんだから、あと数ヶ月の間にやんないとダメだっていう、まあ今参加者1人なんですよ佐藤さん1人なんですけど、どうしようかな、どうするのかなと思って俺は冷めた目で見てますけど、でこの間あのトロフィー壊しましたからね自分で。何時ですか。一番上で、一番上にあのトロフィーで人間いる時あるじゃないですか。あ、はいはいはい、ポキッと折る。何しちゃってんですかこれ。どうしちゃったんですか。でなんかあのライタロウって名前をつけて、雷太郎って書いてライタロウって名前をつけて、あのアメリカわざわざ持ってってました。あ、それはわざわざ、しかも税関に止められるからやめろって俺は言ったんですけど、はい、わざわざ行って、はい、まあ案の定止められてるんですよ。あやでこれなんて、いやでなんとか通りましたってスカイプできて、なんて言ったのって言ったら、いやあの友人の形見なんでって。あーうまいことしましたねそれは。形見なんで勘弁してくださいって本当にひどい。あーいや面白いですね。いやもう世話は本当にひどいですよ。不思議だ。まあでもあの才能はブリバリなんで、そうですよね、そこは安心してるんですけどね、うん、あとがダメなんですよ、ね、才能ある人ってあのあれですよ ね、ちょっと不思議な人が多いんですよね。そうですよね、うん、そこがまたいけないですよね、うん、お来てますよ。また演歌を歌ってほしいです。天城越え聞きたい。ああ名曲ですね天城越え。あのうちの実家が舞姫なんですけど、そのツアーを一回やって、はい、その時にファンの方々と道後温泉の方に、一緒にこうなんかお泊まりみたいな感じになったところで、一応なんか宴会場みたいなところで、はい、あの天城越えを歌わせていただいたりとかして、はい、その時に聞いた人ですね。ちょっとあの時もちゃんと練習を全然いきなり言われて歌ったので、ちょっとお聞き苦しい点もあったかもしれないんですけど。なるほど。はい、なるほどなるほど。でもまたああいうツアーとか楽しかったのでやりたいなって、演歌またその時にはちゃんと練習して、皆さんに聞いていただきたいなみたいなところはあります。ゆくゆくは生歌演歌も歌ったりとかして、はいはい、なるほどなるほど。延長すごいですね。すごいですね。なるほど。お、いろいろすごいですね。これはどうかな、どうかな、どうなるのかな。3倍アイスクリームが飛んでますね。3倍アイスクリーム3倍延長アイスクリームが飛んでますけども、みんな地震大丈夫だったんですかね。地震って言ってる人も。そうですね、大丈夫だったんですかね。大丈夫だったんですかね。そうですね、自分も私業務がまだ控えてまして、うん、残念ながらここまでという感じで、うん、なんですけども、一番最後にまたもう一回だけ「永遠の絆」のお知らせでもしちゃいましょうか。はい、まあ、先ほどね、みんなと一緒に見ましたけども、はい、あちらの映像とともに初回限定版にはあれついちゃついてくる、はい、CD プラス DVD でね、10月19日リリースですよ。やりました。10月19日覚えて、いくですか。10いく、10いく、10いく、トイックで覚えてください。じゃあはい、トイックアニメフェアリーテールの、はい、オープニングテーマ曲になっております。ね、はい、いう感じですね。通常版はマウスパッド、はい、まあ、こちらもマウスパッドマニアの方やマウスパッドマニアの方はマウスパッドマニアの方々も、はい、ありがとうございます。あーすごい、あーすごい、あーみかみか、職人すげー、すごいですね、職人すげー、すごい、ありがとうございます。いえいえ、すごい、いう感じでね、まああとはまたねこれ終わってツイッターでいろいろやり取り美香さんともしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。チェッキングしていただければと思います。はい、いうわけであと残り30秒になりました。美香さん今日お越していただいてありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたでしょうか。あ、すごい、なんていうか、ちょっと不思議な空間ですよね。はい、まあ、でも私のところでもやってるのも不思議な空間なんで、あ、いやいや、じゃあそちらの方にもね。あ、本当ですか。よろしくお願いします。今度セラ連れてきます。あ、よろしくお願いします。はい、今度は台風来ないように、はい、もうね台風はびっくりしましたけども、まあ、はい、多分セオのせいということでまとめてみましょうかね。はい、そうですね。というわけで皆さんまた次回ありましたらご覧くださいね。ありがとうございました。